これまでリスを見たことは何回もありますけれども、なかなかね、あの素早いものでこうやってね映像に撮るのは初めてです。まあもういい加減な映像で申し訳ないんですけど、初めてでした。なんとさえずりと地鳴きの違いなんでしょうかね、これね。今日は朝からですね、祇園祭りの山鉾巡行を見に行くのか、それとも家で過ごすのか、それとも山の中に来るのか、ちょっと迷ってたんですが、もう山鉾巡行の方はね、ニュースのあの人出を見てもうげんなりしました。それから今日は危険な暑さということでね、あんまりああいう街中には出ない方がいいかなと思いました。で、結局家でじっとしていても、まあ体に良くないと思って、ともかく山の中へ来ることにしました。で、まあもう今狙うといったらね、もう参考値は全然ダメなんで、キビタキをね取ろうと思って山にやってきました。この間ここに来た時はね、ちょうどキビタキがいたんですが、すぐに逃げられてしまったのでね、まあ、もう一回同じところに来てみたんですけど、今日はちょっと気配がないですね。まあちょっとね、しばらく頑張ります。まさかね、青ゲラに会うとは思っていませんでした。まあ、久しぶりです。で、この室池園地でね、青ゲラを映したのは2回目なんですけども、まあ、この暑い時にね、見たというのはね、ちょっと意外でした。この日の釣果は青ゲラだけでした。で、まあ、もう夏鳥のね、まあ、もう今年は無理かなという感じがしてますけど、で、参考値ね、今年ダメだったんですけども、まあ映せなかったということでもないんですね。で、とりあえずそれをお見せします。メスの参考値ですね。でね、オスもねいたんですけども、なぜかね、ご覧のように尻尾じゃない、なぜかこの尾羽がね途中で切れていましたね。これはオスだと思いますけれども、まあ猫に襲われたのか何か知りませんけども、ともかくこんな状態でした。で、まあ私がこの夏に目にしたのはもうこの2羽だけでした。またね、何か出会いがあるといいなと思っています。